若いドライバーだと走ることに集中しちゃってて、メカニカル的な部分にはちょっと無知な部分があるんですけど、イゴール君は車のことをやっぱ知ってるんでね、会話してても伝えたいことがしっかり伝わってやりやすさはありました。1年間ありがとうございました。今年1年イゴールでやってて、思った以上にタイム出してきたり、それに報えるためにまあ後半いろいろ体制的にも良くしようと思ってやったんですけど、時間が足んなかったのもあって、けどまあ僕らが思ってるより頑張って走ってくれてたっていう印象があって、来年に向けて彼の可能性をすごく感じるかなっていうところはちょっとあるかな。まあまず一番の魅力はその人間性ですよね。人としてすごく立派な青年だし、話していてもすごくわかりやすい、心が通じるってところが一つのが第一印象でありました。グランツーリスモで養われた鋭いレーシングドライバーとしての感性、十分に発揮してもらいたいなっていうふうに期待しております。機会があればどんなカテゴリーでも一緒に戦っていきたいなっていうふうに思っています。まあ
今年スーパーフォーミュラライツ初参戦になったんですけれども、まあ、日本でも初めての年になりました。それと同時にスーパー GT もできて、マイレージをもうめちゃくちゃ貯めることができて、2年走らなかった分をちょっと補うことができたんじゃないかなと思います。で、そこは本当に良かったなって思います。なので機会くださった方々だったり、スポンサーしてくれた人たち、こういう機会を、ね、作れたことに対してもう本当に感謝しかないです。なのでもうちょっと結果出したかったところもあるんですけれども、何回かチャンスあったところは生かせたんじゃないかなと思います。悔しい部分も残ったところはあるんですけれども、その中ではやりきれたんじゃないかなっていう、気持ちもあります。皆さん、今年サポート応援本当にありがとうございました。来年に向けてもこれから頑張り続けていきますので、サポート応援よろしくお願いいたします。